始めさせていただきますいつもの注意事項になります。この時点で音が聞こえてないぞという方はあのスピーカーボリュームを確認いただいたり私みたいにブラウザを開き直していただいたりそれでも難しい場合は y o u t u b e ライブでの、えー、視聴が可能です。またあのの右上にあの年始よりサウンドエフェクスという機能がオンになっておりましてこちらをオフにしていないと人が入るたびにピコンピコン言うらしいので えー、講演会参加の方はあのオフがおすすめになります。また以下からチャットやスタンプ使えます。あの早速お使いいただいてありがとうございます。あのあのいいいい時も悪い時もぜひバシバシ押していただけるとあの私嬉しいです。はいあの、えー、私福間と申します。少し場の紹介をさせていただいてから登壇いただきたいと思います。 ブリッジターミナルは、大崎にある建屋最上階南端にある社員向けコミュニティスペースなのですが、社外の方もお招きして多目的に使えることを特徴としております。さまざまな用途に使えるうち、あのまあ、イベントのアレンジを希望される方をございまして、私、こういった場の立ち上げに参画するまで、あの イベントのアレンジをやったことがほとんどなかったのでまあ,あのものは試しということでまずは最大20名隔月くらいで始めてみたんですけど、まあ、1年経たないうちにあのそういったイベントを再興することが大好きになりまして、まあ、いろんなイベントを再興をするとさまざまな方々のさまざまな素敵なお話を聞いてまあ 自分がもともと興味がなかったものであればあるほどへえって感心することが多かったり、まあ、同じ興味を持って集まった方々とあのさっきの話どう思いますかみたいなのをあの相談するのもあの懇親会の醍醐味ということであのすごく楽しめるようになりまして、えー、続けておりますこのコロナになって、まあ、2か月くらい確かあの、えー、中断をしていたんですけど リモートでも同じようなあの告知の仕組みでやってほしいというお声、複数いただいてやってみたところ、逆にあのたくさんの、えー、っと参加者も来てくださるようになりましたし、えー、登壇者もより幅広い方々が、まあ、時には気軽に、特に時にはあのガチめで参加してお話しいただけることになりまして、私もあのますます楽しくなっちゃって、今に至ります。 まあそのえっとコロナも開けてフィジカルなものも一部やってはいるんですけどあのまあ両方ともにいいところがあるので今後とも続けていければなと考えております。とこの辺の登壇者実は95%以上あのその方が希望をいただいたりあのこれまでの登壇者やあの社員の同僚の方から えーまあ、あのおすすめの方がいるということで紹介いただくような流れになっておりまして皆様もそうです、ね、こういったあの登壇をあのしてみたいとか登壇してもらいたい人があのいてオッケーいただけてるみたいな話があればあのお声がけいただければあの喜んでアレンジさせていただきます本日は細野様にお越しいただいております あの細野様のこういったえっ、ー、と独自の仕組みを立ち上げて今回あのお話しいただけるってことで私もとても楽しみにしておりますそれでは改めまして拍手スタンプでお迎えください細野様になりますよろしくお願いしますすごい拍手みんな連写してるんですよこれね 嬉しいな <laughs> 課金したら誰も押さなくなるかもしれない。<laughs> ね<え>、ちょっとね、躊躇しますよね。はい。では、開始してよろしいでしょうか。はい。じゃあ、進めていきます。ちょっと画面共有をして、見えてるかどうかだけを福間さんにご確認いただいて。大丈夫ですかね。はい。 では、えっ、ー、と、始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。あの、チャット欄は見ながらやるスタイルでございますんで、何かあったら、チャット欄にちょっと書き込んでいただければと思います。これチャット欄生きてんのかな皆さんチャット欄書き込めますか今日夕飯何食べましたかみたいなのをちょっと書き込んでいただけると。ああ、オッケーオッケー。ありがとうございます。 じゃあ、えー、今、夕飯書き込んでいる方いるかもしれませんが、進めていきます。えー、よろしくお願いします。一般社団法人伏線代表の細野と申します。えー、今日は、プロと一緒に立ち上げる自分らしいスモールグッドビジネスの作り方ということで、えー、50分ほど皆さんにご紹介をさせていただければと思います。まず、えー、自己紹介ですが、えー、私、肩書きはですね、グッドビジネスクリエイターという名前を 関ししてておりまして会社としては企業間レンタル移籍をしている株式会社ローンディールの最高戦略責任者で今日お話しする一般社団法人伏線の代表理事とあとは UBU 株式会社のファウンダー戦略アドバイザーという3つの会社というか組織に所属というかジョインしてやっているという感じでございますもともとは2000年にですねリクルートに 入社しまして、主に人材系の領域、リクナビネクストとかですね、リクルートエージェントとかいう人材系の領域の開発、反則、商品企画というのを経験した後に、新規事業の開発を担当していますで、えっと。リクルートエージェントのですね事業モデル変革、まあ、いわゆる DX で1年間で大体100億ぐらい売り上げ上げてですね、まあ、それが認められて褒められて執行役員という形で、 させてていいただいてますでその後、2017年に、えー、とリクルート辞めまして、えー、とあるベンチャーですね、音楽コラボアプリの NANA という、えー、ベンチャーに転職をしまして、えー、COO ということで、えーまあ、経営に携わるというのを2年半ほどやっておりました。でコロナが始まった2020年にですね、ローンディールの CSO、最高戦略責任者としてジョインをして、 戦略立案とか新規事業をやりながらも複数のベンチャーの顧問とかですね大企業の新規事業のメンターみたいなことを兼任してますで同時にですねあの今日お話しする本業で会社に勤めながらもいつかは自分の、えー、スモールグッドビジネスを立ち上げたい人のための実践型コミュニティを運営する一般社団法人複線というのを立ち上げましたで直近ですね えー、まさに先ほど言った私を生きるを理念にコミュニティ事業をはじめ生きることと働くことをつなげる様々なサービスを展開する UBU 株式会社のファウンダー戦略アドバイザーとして上院をするというような経歴になってますで今日はですね、まあ、この中の伏線の話を中心にさせていただければと思いますでちょっとだけですねなんで伏線、まあ、伏線が何なのかを説明する前に なぜ伏線を立ち上げることになったのかというお話をさせていただきます。えー、先ほど言ったように2000年にリクルート、当時リクルートキャリアというえ人材系の会社の方に入社をしまして、えー、メンバーとして2014年ぐらいまでかな、ずっとメンバーでですね、あの昇進することなくメンバーでやってたんですが、急に2015年ぐらいにマネージャー、翌年部長、翌年役員、で翌年は、えっと、 取締役みたいな形で、えー、社外取りみたいな形で、えー、キャリアを積んできました。で、何やってたかっていうと、メンバーの時はですね、システム開発から入って、運用やって、反則やって、企画やって、新規事業やってみたいな。でさっき言った DX で100億円らいアップということをやってきました。で、ただ基本的には、ね、入社してからずっとそのプロダクト、リクナビネクストとか、そういう、いわゆる商品と呼ばれるもののマネジメントっていう仕事を、えっ、ー、と、 下流から上流の方まで一通りやってきたといいうキャリアになっています。で,この後ですね、ここで何したかっていうと、いわゆるまあマネージメントというか、プロダクトマネージメントではなくて、コーポレートマネージメント、会社の運営みたいなことにどんどんなっていくんだなっていうのが、あの偉くなるとだんだん分かってきてですね、大好きだったプロダクト作りとか、ビジネス作りみたいなことをやる時間がですね、どんどん削られていくと。 いうような経験をしましまたでプロダクトを作るのがすごい大好きだったんですけども、これをやったときにですね、結構絶望しまして、で何かというと,、えっと、いわゆるこれまでは従業員という立場で一生懸命仕事をしてたんですが、経営側に回るとですね、そういう、何ですかきれい事だけじゃないこととか、 僕が心血注いで作ってきたプロダクトも結局経営のための手段であって利益率が悪くなってきたら捨てあの売ろうかとかやめようかみたいな話がもう全然フラットにされる。ですし、ここの時は顧客を見て顧客に価値があるものはどんなもんだろうかって一生懸命考えてたんですけど上になればなるほど数字数字がどうかっていう会話が増えていったりとかそういったことが増えると。 さらに、えー、このプロダクトのですね、ポテンシャルに関係なく、とにかく成長し続けなきゃいけないと。それは、あの、株主資本主義ではあるんで、株価を上げ続けなきゃいけないという期待に応えるために、顧客がどうのうじゃなくって、とにかく数字を上げ続けるということを要求されることを直に受けるのが、この経営という仕事なんだなということを知ってですね、まあ、正直、すごいショックで、 あんな純粋な思いで顧客のためにってやってきたのに、急に株式市場のために、みたいなふうに変わったことがものすごいショックで、実はここ体壊してですね、あの、逃走しました。辞めました。半年ぐらいで。取締役、社外取りになった時から半年ぐらいで、逃走して、もう無理だと。働けないってなって逃走しました。で、どこに逃走したかというと、 実はこの2013年ぐらいからですね、先ほど言っていた NanaMusic っていう音楽アプリの会社にプロボノとしてずっと携わってました。あの僕実は音楽歌うのが好きで、えー、結構ヘビーユーザーだったんですけども、まあ、ヘビーユーザーとして使ってたんですが、ちょっとビジネス的にうまくいってないなと思ったんで、ね、連絡取ってですね、手伝わしてくださいということで、えー、とプロボノとして。 活動ししてましたプロボノはですねあのお給料をもらわない、えーまあ、ボランティアというか、ビジネスボランティアみたいな感じですね。お金をもらわずに、えー、ナナミュージックの事業運営をお手伝いすると、週1ぐらいでお手伝いをしていました。で一方ですね、そのちょっと後で、先ほど言った株式会社ローンディールという大企業の人材を1年間、ベンチャー企業に出向していただくと。 いうビジネスをやっている会社のプロボノもやっていました。ということで、まあ、もともとプロダクトマネジメントが好きだったので、リクルートの外のプロダクトもえ自分の力を試すためであったりとか、この2つのサービスが素晴らしいので何か手伝ってくださいということでプロボノをやってました。で、この2社にですね、逃亡します。7の COO、最高執行責任者と、 ローンディールの CSO、最高戦略責任者という2社の役員をですね、兼務する形で転職をするという闘争をしました。もう嫌だと。こんなことやってたんじゃないんだと。僕はプロダクト作りがやりたいんだってことで、この2社に闘争するというのを2017年ですね、に行ってます。で、ここで2020年、 ですね、コロナが始まるタイミングぐらいで、この2社もですね辞、えーまあ、めてというか、関わり方を変えて、個人事業の人に独立をするという形になっています。で、じゃあ、この間、何があったのかということなんですけども、えー、こちらがナナミュージックの社長の文原さんで、こっちがローンディールの社長の原田さんなんですが、2社の共通点って一体何か、なぜ僕がここでプロボノをしてしまうかと。 自分からの手を挙げてプロボノさせてくださいという感じで言ったんですけども、この2社はですね、決して儲かるからという理由で起業したんじゃなくて、2人ともこのサービスを世に生み出さずにはいられなかったという強い内的動機に突き動かされた創業者だったと。こういう人たちに伴走して、初期のビジネスを持続可能な状態、黒字化まで持っていくっていうことが、 自分がすごい好きなことだし、自分の命はそこに使っていきたい。リクルートで鍛えたこういう力を、そういう企業家たちに伴奏するということで、えー、命を使いたいなということを改めて伴奏しながらも、確信を深めていったという感じになってます。で、実際にここで個人事業主で独立するときにですね、何を思ったかというと、 これって別に起業家だけの話じゃなくって、普通に会社に勤めている方の中でも、こんなサービスやってみたいなとか、でも今の仕事があるしなとか、こんなサービスがこの世にあったらいいのになって強く思っている人っているんですけども、それを支援してくれる人がこの世にいないっていうことに気づきました。なぜかというと、ここでですね、独立したときに、 結構友人とかですね、昔からの同僚とかからですね、すごい連絡があって、細野さん独立したそうですねと、ちょっと相談に乗ってほしいですみたいな連絡がめちゃくちゃ来てですね、で相談に乗るんですけども、まだ大したアイデアじゃないんですけどっていうのがいっぱい来るんですけど、それ相談に乗りまくっていっても、結局仕事じゃないので、これやってても食べれないよなみたいな、生活できないよなと。 でもすごい困ってる人いっぱいいるんだなってことに気づくと。ということで、僕はですね、すべての人に本業の他に自分がやりたいことを実現するビジネスを持ってもらいたいって気持ちを強くしました。例えば僕に相談しに来る人って、当時、企業の中で新規事業とか企画の提案したけども、 売上規模がそこまで大きくならないからという理由で却下されるアイデアたち。うちの会社でやるにはもうちょっとゼロが2つないとなとか言われて却下される。でも本人はやりたいと思ってるし、世の中的には規模は小さいけれどもそういうのあったらいいよねっていうビジネスたちがあると。あとは個人の中になんとなくこんなの欲しいよな、できたらいいよなって頭の中にはあるけども、自分で具現化できないから実現されないビジネスアイデアたちもあるなと。 そんなアイディアの中で、その個人がライフワークとして儲けるためじゃなくて、ライフワークとしても取り組みたいと思えるレベルの事業規模のもの、めちゃくちゃ大きくなくてもいい、を拾い上げて育てる仕組みがこの世にないだけじゃないかと。それを作り上げたいなって思いました。なんでかっていうと、えっ、ー、と、ベンチャーとかに投資する ベンチャーキャピタルとかってのはいっぱいいますとで。彼らは何かっていうと、投資をして、そのベンチャーが株式公開したりとか、M&A されて、株価が大きく跳ね上がることを期待できるビジネスに貼るっていうビジネスはありますと。ただ、例えば年賞1000万円程度のビジネスに投資って集まんないんですよね。だってどうせ上場しないじゃんとか、配当も大して出なそうじゃんと。 それに、こういうビジネス、年商1000万ぐらいのビジネスを立ち上げるために、ビジネスコンサルタントとか、マーケティングコンサルを雇ってもですね、まあ、アドバイスはちょっとしてくれるけれども、本当に立ち上がるまで伴奏っていうのはしてくれないと。格論は手を貸してくれない。だって、そこまでやってもらうには、フィーが高すぎるし、到底、こういうアイデアなんとなくあるっていう個人が払うことができないと。いうことで、 こういう人たちのビジネスを世に出す仕組みができたらめちゃくちゃ面白いよなと。誰もやらないよなってことでスキームを作りましたというのが今日ご紹介する、えー、伏線、一般社団法人伏線というのがやっている伏線ファームという仕組みを作りましたというのを今日ご紹介させていただければと思います。なんかこの部屋がめちゃくちゃ暑くて今、しゃべりながら死にそうなんですけど、このまま行きます。 共、えー、助型の企業コミュニティと。<laughs> すごい、ありがとうございます。すごい。こうやってマークをくれるんですね。共、えー、助型の企業コミュニティ伏線ファーム。すべての人にスモールグッドビジネスをということでご紹介します、えー。まずは仕組みの方を簡単にご説明します。多分聞いたことない仕組みなんで皆さんぜひ、えー、聞いていただければと思うんですが、基本的には本業を持ちながら会社を辞めずに 自分がやりたいビジネスをチャレンジできるための仕組みになってます。えどういう仕組みかというと、まず、ファームメンバーという方々は、えー、伏線ファームに入会をいただいて、月々1万円の会費を払っていただいています。月々1万円。で、今、ファームメンバーは約100名いらっしゃいます。ので、毎月100万円が、この伏線のですね、貯金箱に溜まっていく感じです。 よくあるオンラインサロンのように、このお金が直接僕に入ることはありません。一般社団法人伏線に会費としてストックをしています。そして、会員の方々何するかというとですね、入会いただくと、僕がレクチャーしているですね、新しい事業を立ち上げるためのノウハウ動画っていうのは見ていただいた上で、毎週毎週水曜日にやっている えー、修ライブと呼ばれているんですが、こんなアイディアやってみたいっていうのを持ち込んでいただいて、それを僕と壁打ち、相談会をして、もしそこでいいアイディアが出たら、これ年賞1000万ぐらいいきそうな面白いアイディアだよねってなったら、このアイディアって実験をしてみないと本当にうまくいくかどうかわからないので、例えばユーザーにアンケートを取るとか、インタビューして謝礼を払うとか、 えー、HTML の Mock ですね。ランディングページだけ作ってみるとか、そこに Google の広告をちょっと打ってみて、どのぐらいユーザーが反応するかをやってみるとか、っていう様々な実験をして、それで、あうまくいきそうだねってなったら、初めて自分で事業を立ち上げて、年商1000万ぐらいのスモールグッドビジネスて呼んでるんですけども、決して大きくはないけども、 人一人が食べていくにはギリギリちょうどいいねぐらいのサイズのビジネスを立ち上げるということを目指している仕組みになります。で、最大の特徴はですね、二つありまして、一つが、この実験費用に関しては、個人が負担することなく、この会費としてストックしているものの中から、最大50万円ほど実験に使えると。 いう権利を皆さん有してていいるという点が1つつ目目の特徴になってますすはですね僕がずっとこの動画を提供したりとか相談会みたいな、ずっと僕、ただであの報酬もらわずにやってるんですけども、僕の報酬はどこで発生するかっていうと、ここを通して立ち上がったビジネスが年商1000万円を超えた時だけ、超えてから3年間だけ売上げの10%をレベニューシェアをしましょうと。 いう契約を100人全員とそれぞれ結んでいるという形なので、年賞1000万円以上の事業が出ない限り、僕には報酬が入らないと。なので、僕は一生懸命皆さんに伴走しますよという、いわゆるオンラインサロンとは違う形で、共助型ですね。みんなで助け合って、みんなでお金出し合って、いいアイデアが出たら実験をしていくと。そして、この壁打ちの様子とか、 実験の様子は会員全員が見れる状態になってますんで、他の会員の人のチャレンジを見守ったりとか、ここでこんな失敗するんだなってことを見れたりとか、あのランディングページで応募が一件もないのかとか、他の人の案件からビジネスを学んでいけるというリアリティショーのような形で、それぞれがビジネスは進めるんだけども、お互いから学ぶと。 全く新しい形の、えーまあ、スクールというかコミュニティが伏線ファームという形になってます。ここまで仕組みはなんとなくご理解いただけましたでしょうかあ,ありがとう。すごいいいですね。これいいねが出ると。もし質問があったらチャット欄に書き込んでいただければ随時拾っていきます。じゃあもうちょっと具体的に話をしていきたいと思います。 で、えっと、伏線で扱うビジネスっていうのは、先ほど言った年賞1000万か2000万ぐらいがいいよって言ってますと。で、このことをスモールグッドビジネスというふうに名乗ってるんですけども、それ何なのというのをちょっと解説します。えー、まずですね、グッドって何かと。スモールグッドのグッドっていうのは、その人の why 存在意義とか、ウィル、本当にやりたいなっていうものから生まれてくるもの。だからこそ、 長時間かけて粘り強く取り組めると。儲かんないからすぐやめようみたいなことじゃなくて、長い期間かけても取り組めるもの。儲かるからとか、ブームだからとかで作るビジネスじゃないと。こういうの続きませんからね。そしてもう一つのポイント、スモールってなんでちっちゃい方がいいのと。ビジネス大きい方がいいじゃんって皆さん思うかもしれないんですけども、ここはですね、むやみな成長を目指さず、競合から見て魅力的ではないサイズで、 身の丈の必要十分な利益を目指すということをスモールと呼んでます。なので、競合を見ずにお客さんのことをちゃんと見れると。初期投資が少ないので、投資しちゃったから売り上げなきゃみたいな回収のために必死にならなくていいようなモデル。徐々に顧客を広げていけるような、プラットフォーム、メルカリとかですね、売り手買い手を一気に立ち上げないとセールしないみたいなものではないと。 いう条件を満たすと幸せなビジネスになるんじゃないかということでスモールグッドビジネスなので真似する人がいないんですよ基本的にだから伏線の中ではプロセスを全公開できてむしろ公開することによって他の仲間たちから共感とか応援を集めれるので競合という概念がないという本当の競争が生まれるような環境というのを作り出しているのが スモールグッドビジネスであることの理由です。で簡単にですね、あの従来のビジネスの概念と伏線の生みたいビジネスの違いを比較してみました。で世界観でいうと、従来のビジネスはスケールマスですね。とにかく大きくして儲けよう。伏線は身の丈感、その人しかやらないようなテーマであるとよりいいよねと。目的は大きなお金を得る手段だけども、伏線は 社会とのつながりを実感する。自分が生み出したサービスで、それを買ってくれる顧客がいるっていう手触り感とか、それを実感する。コミットは、すべてを捨てて専念しろみたいな。起業するなら家族も捨てろみたいなことよく言いますけども、そんなことしなくていいよねと。本業を大切にしながら時間をかけてチャレンジするもの。キャッシュマシーン。コンセプト遊園地。それぞれの色が出てるような乗り物がいっぱいあるようなコンセプト遊園地。 そして失敗は死、恥、隠すものっていうのがこれまでのビジネスの概念ですけども、伏線の中では学びであり、笑いであり、ネタになるものと。チャンスは一度きりの大勝負。伏線は何度でもいくつでもチャレンジしていいよということで、全然これまでのビジネスの概念と違うものをチャレンジしましょうよということで進めてます。 じゃあ実際にど、どんなやつがあるかってすごい皆さん気になりますよね。ちょっと今もうビジネス化している、実際にお金が動き出しているビジネスを6つほど持ってきたのでご紹介したいと思います。例えば、この農根ですね。農根。これは農家さんの手伝いをしながら、男女が、えー男、男子10人、女子10人みたいなのが集まって、農家さんの収穫とかですね、 えー、雑草取りとか、そういう人手が必要な作業を農家さんを手伝いながら恋を育むという農業合コン、農コンです。こちらもう2回、3回かな、実施されてまして実際にカップルが成立している。男子10人、女子10人に参加して5組カップルが成立するという脅威のカップル制約率みたいなのが出てたりとか。あとは、えー、お仕事インタビューバイト。これは、 えー、なかなかですね、大人の話を聞けって中高生に言っても、恥ずかしがったりとかめんどくさがったりして、なかなか聞いてくれないんで、もうアルバイトにしちゃおうということで、えー、大人の話を聞いたらお金がもらえるっていうアルバイトを通じて、お金渡してでもいいから、お小遣い渡してでもいいから、子供たちに、えー、大人の、いろんな大人の話を聞いてほしいという、親の希望を叶えるためのサービスみたいなのを立ち上げていたりと チルキャリっていうのはですね。今、ズームとかのオンラインコーチング、キャリアコーチング流行ってますけど、そうじゃなくて、自然の中とか、明治神宮とかですね、癒されるスポットをキャリアコーチと歩きながら、歩きながら喋ることによって本音が出るみたいなことで、オンラインじゃなくてリアル、ただのリアルじゃなくて、そういうパワースポットを巡りながらコーチと話すみたいな新しい形のコーチング、キャリアコーチングみたいなビジネス。 週一営業マネージャーは、えー、なかなか営業マネージャーが取れないようなベンチャーさんに対して、えー、リクルートの元営業マネージャーが、えー、週一で関わって、えー、そのベンチャーの営業チームを成果が出るチームに変えるみたいなサービス。競技エクセルはですね、えっ、ー、と、これ寄案した人がエクセル大好き人間でございまして、えー、エクセルの e スポーツをやりたいというふうに寄案してくれたので、えー、あなたの会社にいる Excel の腕自慢たちが集まって、えー、関数の勝負をしたいとかですね、スピード勝負、正確性を勝負するみたいな、えー、e スポーツみたいなことを立ち上げている人。あとは、えー、グローバルにキャリアを進めたい方々向けの、えーまあ、転職、求人を紹介しない転職サービス、転職支援サービスみたいなことを立ち上げている方々もいます。ということで、まあ、どうです皆さん、これあの、スモールグッドビジネスと呼ばれるものの、 リリアリティこんなものがボコボコと立ち上がっているというのが、えー、伏線の中になります。あ、佐藤さんありがとうございます。競技エクセル知ってる。めちゃくちゃ嬉しい。はい。こういったものが今も立ち上がっています。年少一0万目指してみんな頑張ってます。では、えー、どうして伏線ではですね、こういうのがポコポコ生まれてくるのと。 なんか面白そうじゃないですか、皆さんこれ。で、しかも、これ立ち上げている方々は、過去に、えー、自分でビジネスを立ち上げた経験がない方だけです。一度も会社の中でも自分で事業を立ち上げたことない方々が、初めての方々がこういったビジネスを立ち上げれているということなんですが、なんでそれできんのというのが、えー、伏線の秘密なので、それをちょっと6つほど ポイントを挙げてきましたんでご説明させていただきます。一つ目、充実の動画教材ということで。これ基本的に僕が全部録画で撮っている講座なんですけども、だいたい20本ぐらいですね。初めての人がビジネスを立ち上げるために必要なナレッジをですね、動画にしてご提供しています。こちらを基本的には見ていただいて、 自分で学べるところは学んでいただくという裾上げをしながらですね。一方で基礎講座に加えて専門講座ということで、インスタ、どうやってインスタのアカウントを運用したらいいのかとか、LINE ってどうやって使ったらいいのかとか、ランディングページってどういう項目をどう作ったらいいのかみたいな専門の講座の内容も、えまあ、プロの方に講師をしていただいて、動画でいつでも見れる状態と。 いうふうにご用意しているというのが、まずはベースの動画教材になります。次、ここが一番ポイントになるんですけども、あなたのアイデアをプロがビジネスモデルに仕上げるというところになります。こちらですね、毎週水曜日の20時半、22時という1時間半でですね、毎週週次ライブというのを Zoom でオンラインで行ってます。 今、会員さん100人ぐらいいますけど、だいたい毎週20人ぐらいリアルタイムで出ていただいていて、あの、アーカイブも残すんで、アーカイブで見ていただいている方も多いです。えー、ぼやーっとしたアイディアでもワクワクするビジネスに仕上げます。ということで、えっと、こちらで用意しているですね、ビジネス設計チャートみたいなのがあって、そもそもなんでこれ考えついたのってことと、誰のどんな課題をどんな状態にしたいのみたいなとこだけをまず記入して、 エントリーしてもらいますでそれエントリーいただくとですね、僕の方で、そう、そういうストーリーで、そういうことがやりたくって、そういう顧客の課題を解決したいんだったら、こういうビジネスモデルがいいんじゃないのみたいなことで、どういうビジネスにしたら年商1000万円超えそうかっていう提案を僕の方からします。僕およびプロのビジネスデザイナーの方、お手伝いいただいてるんで、習字ライブの中で、 この規範者の方に提案していく逆提案みたいな形になります。なのでビジネス作ったことないよとかいう方も全然安心していただいてですね、自分で考えつかなきゃいけないと思うから大変だと思うんですが、そこは法律のことは弁護士に相談する、会計のことは会計士に相談すると同じようにビジネスモデルのことはプロに相談いただいて、いくつかのパターンを提案していくという形が 一番の伏線の特徴になってます。次、えー。無駄のないビジネス検討プロセスというところです。伏線の中ではですね、スモールグッドビジネスの立ち上げステップっていうのはめちゃめちゃ細かく切って定義をしています。会員の皆さんは、まずここから始まってですね、アイデアの種を思いつく。思いついたら対象顧客にアンケートしてみようよ、簡単にと。 で、類似サービスの徹底調査してみようよ。で、先ほど言ったビジネスチャンス設計のシートを埋めたらエントリーしていいよと。習字ライブに来てねというプロセスを設計をしています。で、さらに、ここ足止まるんですよね。アイデア思いつきませんとかなるんで、そういう方向けにチャット GPT とかチャット AI を使えばどういうふうに思いつけるかみたいなことも動画でレクチャーをもう全部用意してまして、その通りやってみたら、 考えたことない人でも原案が考えつくみたいなものを用意していたりとか、えー、対象顧客にアンケートって言っても顧客とそんな人と知り合いじゃありませんとかいう場合にはどういうツールを使えば顧客にインタビューできるかみたいなことも全部すべてにおいて言い訳できないようにやり方を全部細かに指南してこのステップを一歩ずつ前に進めるようにっていうような用意をしてるんで 全くビジネスやったことない人でも迷わず進んでいただけますというプロセスをご用意してます。じゃんじゃん言っちゃいますね。次、えー。ここが結構つまずくポイントなんですが、適切な顧客候補にインタビューを行えるというのが伏線の特徴になってます。これ何かっていうと、先ほどのちょっとアイデアを思いついたときについついやっちゃうのが友達とかに聞いちゃうんですよね。 こういうのどう思うとか。こういうのあったら欲しいとか。家族に聞いちゃうとか。でも、その方々が、本当にそのビジネスの顧客の候補じゃない限り、関係ないこと言ってくれちゃったりとか、本当の顧客にとってマイナスになるようなことを要望してくれちゃったりとかすると、めちゃくちゃ迷うんですよ。なので、本当に適切な顧客にインタビューをできるというのがポイントになってます。どうやってやってるのかと。 言うと、二つほどありまして、皆さん、ミルトークっていうのを聞いたことありますかね。マクロミルさんがやっている、簡単に無料でアンケートができるようなサイトになってます。マクロミルさんのアンケート登録者に対して、アンケートデータベースに対して、なんとですね、こういう質問。どうして室内インテリア LED 遂行再ンやらないのか やらない理由を教えてくださいって言うとですね、あっという間に100人ぐらいがですね、興味はあるけど置くスペースがないとか、メンテ費用かかりそうだからみたいな回答がぶわーって返ってくるんですよ、無料で。で、30件までは即時に無料で見れるんですけども、31件目から100件目まで見ようと思うと5000円かかるっていうビジネスモデル。逆に言うと、30件までは、 一日5回まで、ご質問まで無料で投げれるっていうとてつもないサービスがありまして。これを使えば、ちょっと聞いてみたいみたいなことは無料で何回でも聞けるっていうようなことを皆さんに使い方を説明する動画をご提供したりとかして自分で聞けるようにしてますというのが一つ目。二つ目がですね、ユニリサーチというインタビュープラットフォームと法人契約を伏線がしています。 インタビューデータベースと法人契約をしています。でこちらは、ミルトーキルももう一歩踏み込んで、ズームでオンラインのインタビューが対象者にできるというプラットフォームです。で、インタビューを実施した分だけ、金額を設定した分、払い、払えばいいという仕組み。なので、伏線のメンバーの方は、基本的にはターゲットユーザーの声を、生声を聞くっていうインフラは、 この金額は全部軍資金、先ほど言った、えっ、ー、と、皆さんで貯めてるお金から使いますんで、自分で持ち出しなしでインタビューはしていただけるという環境をご用意してます。だいたい皆さんここで、あの、つまずくんで、これを自分のお金気にせずに聞けるっていう環境さえあれば、ユーザーにリーチするってことに対して億劫にならずに、むしろ声が聞けて嬉しいというステップに進めるということになってます。 あ、ユニリサーチめっちゃ使ってますという方いらっしゃいますね。めちゃくちゃ便利ですよね。伸びてほしいなと思います。これが4つ目。続きまして、先ほどちょっとご紹介しましたが、実験のために1案件最大50万円まで利用可能というルールを敷いてます。先ほどのこのユニリサーチのインタビュー代とかは、もちろんその50万円の中入ってますんで、好きなだけ聞けばいいじゃんと。 50万円なんか絶対いかないですからね、これ聞いても。どんどん聞きたいだけ聞いたらいいですよというのも含まれてるんですが、その他にも、例えばさっきの、えっと、チルキャリですね。パワースポットをキャリアコーチとめぐって、えキャリアカウンセリングを受けるみたいなサービスに関して言うと、えっと、もろもろですね。 実験にかかるキャリアコーチへの謝礼とか、ピンマイクとか、あの、録音したかったんで、とか、えー、ペットボトルホルダーとかもう実験にかかる全てのお金は請求していただいて大丈夫ですと。38,136円っていうのがチルキャリで、1回の実験でかかるコスト。上限50万円まで使っていいですよと。で、さっきの農根ですね。農家さんへのお礼とか。 ネームペン、軍手、シューズカバー、封筒、プリント台とか、こういった細かいのも含めて全て軍資金から使っていただいて大丈夫ですよと。一回あたりこのくらいは全然使っていただいて大丈夫です。という形で、軍資金を使っていただけます。ちなみに、今の軍資金の残高は900万円ぐらいありますので、全然実験しても大丈夫と。バンバン実験してくれと。いうことで、お金を言い訳にして、 ビジネス検討ができないっていう理由をすべて潰しているというのが、この丸五の特徴になります。めちゃくちゃいいでしょう。これちなみに、あの、1案件あたり50万円なんで、1人で2案件進めてる人は最大50万、50万使えると。それぞれ使えるということで、どんどんいろんな案件をやってくださいという環境をご用意しています。そして6番目です。えー、実験を行うためにプロたちに依頼すると。 いやーでもそんなこと言っても広告の出し方とか知らない人とかですね、デザイナーじゃないんでホームページ作れない人とか、法律のこととかって弁護士さん知らないんですけどと。お金使っていいって言われても誰に発注したらいいかわからない。信頼できる業務委託の人とかデザイナーさんとかマーケターの人探すの大変じゃないですか、みんな。お金あったとしても。なので伏線ではですね、僕が 個別にお声掛けしたプロの方々をスケットとしてご登録いただいてます。デザイナーだったり、マーケターだったり、弁護士の方であったり、えー、編集ライター、弁理士、あ弁護士、企業家、エンジニア、デザイナー、もういろんな方々で、ね、伏線のコンセプトに共感いただいている方々にご登場いただいて、実験をやるための法律的な整備とか、規約づくりとか、 デザイン LP の作成だったりとか、広告を出すための出向の Facebook 広告、Google 広告を少額出すための準備だったりとかっていうのはプロが支援してもらえるので、皆さんは自分がやりたいビジネスに関して集中すれば、スケットたちが助けてくれると。自分でプロを探さなくても、複せに所属しているスケットたちが助けてくれるという環境をご用意してますと。いうのが、1から6番まで。 ビジネスなんかやったことない人たちがなぜああいうビジネスを立ち上げれるかっていう具体的な仕組みになってます。でですね、ちょっとこれ一人でやるときと伏線でやるときってどんぐらい成功確率違うんだろうかっていうのをめちゃめちゃ強引に計算したわけわかんないスライドがありまして。 そもそも、笑ってるしみんな、めちゃくちゃ強引ですよね。そもそも、自分がなんとなくやりたいアイデアをビジネスモデルにするっていうのがめちゃくちゃ難しいんですよ。ここをプロが代わりにやってあげるっていうところってものすごい価値があるなと思ってまして、一人でうんうんとかって言って頑張ってやろうとした時よりも5倍ぐらいはうまくいくはずだって。 本当は10倍ぐらいと思ってるんですけど、5倍ぐらいうまくいくはずだと思ってます。さらに、どういうふうに検討していったらいいかって、開目検討つかないと思うんですけども、先ほどの無駄のない検討プロセスをたどることによって、少なくとも倍ぐらいはうまくいくはずだと。何をどの順番で検討すればいいのかをずっとガイドします。さらに、適切な顧客候補にインタビューを行う。これも難しいですが、ユニリサーチを法人契約してるし、 お金気にせずやれますよってことで、これも倍ぐらいの成功確率。実験のためのお金。自費でやるのはちょっとしんどいよなっていう実験を伏線が持ちますってことで、これも倍ぐらい。成功確率倍ぐらい。自分で探したら到底見つからないようなプロたちが支援してくれるというところで3倍ぐらいっていうことで、これ全部掛け合わせるとですね、120倍ぐらいうまくいくんじゃないかという勝手な計算を むふむふと一人でやった時のスライドをちょっと貼ってみました。でも、一番120倍ぐらいうまくいくなと思ってたんですけど、実は伏線に入って皆さんが頑張れる理由って、本当はビジネスって一人で進めるのめちゃめちゃ寂しいんですよ。孤独で。もちろん僕も伴奏しますけど、 僕がいいよねって言っても、結局、多くの人がいいよねって言ってくれないと、自信が持てない。一人で進めるのすごい寂しいし、本業がある中で、朝起きたら会社に行かなきゃいけない。会社のことやらなきゃいけない。会社から帰ってきて疲れてる中、伏線の自分の案件に取り組むのってなかなか億劫だったり、ついつい YouTube 見ちゃったり、TikTok 見ちゃったりとか、読まなきゃいけない本がある。子供のお世話しなきゃいけない。 家事をしなきゃいけない。友達と遊びに行かなきゃいけない。飲み会行かなきゃいけない。いろんなことがあるんで、一人の精神力だけで進めていくのってやっぱり難しくって、そこにもやっぱり仕組みだったりサポートが必要だよなってことで、二つほど、えぇ、ー、伏線で取り組んでいることがあります。一つ目がですね、バディ制度というのを組んでやっています。えー、バディ黙々会と呼んでるんですが、 えー、伏線の会員さんの中で、希望者いますかバディもくもく会今月やりたい人いますかって聞いて手を挙げていただきます。で、その手を挙げてやりますっていう方々の中から僕の方でペア、バディを組んでいただいて、2ヶ月間ですね、今から2ヶ月間、毎週伏線のことをやるっていう時間をですね、お互いで決めてくれと。共通の時間を。で、その時間は約束してるんで、ズームでつながりながら、 別に画面オフでもいいから、その時間は、それぞれの伏線のことをやるっていうことを、黙々とバディと一緒にやるっていう会を主催してます。なかなかね、100人もいるコミュニティだと、一人一人と仲良くなるの難しいですけども、このバディ黙々会にで、バディとして組むことで、実は最初自己紹介とか結構するんで、あ、そんな感じで伏線参加してるんですねとか、普段何してるんですねみたいな会話が自然とされていって、 コミュニティの中に知り合いがちゃんと増えていくと。2ヶ月ごとに組み合わせが変わっていくので、知ってる人が増えていくという仕組みになってます。で、やり方も提示してまして、まあ自己紹介したりとか、今考えてるビジネスを紹介して、2回目以降は最初にチェックインして、今日何やるかを宣言して、50分間黙々やってチェックアウトする。実際黙々じゃなくて結構みんな喋ってるみたいで、お互いの案件相談したりとか、 もうそれ細野さんのとこエントリーしちゃった方がいいよとか背中を押してくれたりとかですね、バディの人が。バディに押されたんでエントリー来ましたみたいな人がいたりとかして、それをバディの人がニコニコ見ているみたいな、よしよしみたいな感じで、すごく仲間が、仲間感が出てくるのがこのバディ制度という仕組みになってます。もう一個がですね、リアルイベントを毎月1回やっています。 えー、伏線3年前に立ち上げて、2年半ぐらいはずっとオンラインで、まあコロナもあったんで、オンラインでやってきたんですけども、えー、半年前 ?3、4ヶ月前にですね、アトリアングー橋という、えー、先ほど UBU 株式会社がやっている、えー、コミュニティスペースと提携をしまして、毎月1回、いつかはスモールグッドビジネスを作りたいと願う人たちが集まって、えー、ご飯も出してくれるんで、ご飯食べながら、語り合いながら、 自分の感情とか、本当は何やりたいのかに気づいたりとか、それを仲間と語り合って応援し合うみたいな空間っていうのを作ってます。で、こちらは伏線会員じゃなくても参加可能です。なので伏線興味あるんだけど、ちょっとまだいきなり入会するのはな、どんな人がいるんだろうかな、みたいな人たちがこの場に来てもらって、あ、こういう雰囲気なんだとか、こんなふうにチャレンジしている人がいっぱいいるんだ。 ってことを知って、伏線に加入いただくみたいな流れもできている。ということで、次回がですね、10月17日という形になってますんで、こちらの、あ、しまった。ちょっとこちらの URL を今チャット欄に貼りますんで、もしご興味ある方は来ていただければと思います。 で、えっと、最後にですね、僕が伏線をつ、なんで伏線やりたいのかとか、伏線について皆さんにどういう機会をご提供したいのかっていうことをお話ししたいと思います。で、えっと、僕が投げかけたい問いはですね、皆さん、自分の中心点を、重心をどこに置いてますかというお話です。この青い丸がですね、今の会社。 今所属してる会社の縁だと思ってください。で、人間なんで、やっぱり所属して満たされる心地よさ、その場を今所属してる会社を良くしたいという欲求は、まあ、もちろんありますし、僕もリクルート入ってそれに満たされてた時期もあります。ただ人間って人って、このたまたま入った会社の中に全部すっぽり入るわけないよねと思っていて、 本当は自分って、この会社のミッションを叶えるためだけに生まれてきたわけじゃなくて、何かしらのニーズだったり、願いだったりとて思ってるはずだっていうふうに思います。でも、皆さん、会社に忠誠心誓っちゃってるから、この青い円の中に自分の中心を置かなきゃいけないって思い込まされてませんかと。だから、副業っていう考え方になっていくと。と中心はあくまで中心、あの、この中にあります。 ただちょっとだけはみ出させてください、副業で。っていう考えになるんですけど、本当は、中心って外でもいいじゃんと。それでもいいのに、なんか中に置いとかないと裏切り者と思われるとか、本当の自分の欲望をねじ曲げて、会社に近づけなきゃいけない、みたいな思い込みがあるんじゃないかなと。もちろん、いきなり、入社していきなりそんなことしろって言ってるわけじゃなくて、 皆さん会社なんか入ってすごい頑張ってやってきて、まあ35歳とか、一人前になる年齢までは会社のために一生懸命やってもいいと思うんですけども、35歳過ぎたら、例えばね、もうずらしてもいいはずだと。で、実は会社もそう思ってて、ずっと中にいられても困るとかって言うわけじゃないですか、50になったりとかしたら。なんだけど、 いつそれを切り替えていいか分かんないから、ずっと中にいますよ、中にいますよとか言ってたら、そのうち役職丁寧になったりとかして、急に転職なんかできないよと。軸を、キャリア自立、キャリア自立、自分の軸を外に置けとか言われるわけですよね。でも、武器がないと怖くて出れないですよね。中心点を外に出す武器を僕は提供したいと。で、これなんで中心に置くかっていうと、やっぱりお金の引力だと思うんですよ。 生きていくとか稼ぐ。家族もいる。より稼げそうなところに中心点を置くのが佐賀だなと思ってます。だから、外に中心点を置けそうだという可能性を持たない限り、ずっと中に置くしかないし、怖いし、副業だと中心点外に置けないんですよね。もっと強い引力で外に置く行為が必要。その引力っていうのは、 年1000万円のビジネスを自分が作ったビジネスが1000万円稼げるんだという自信だったりとかそれが中心点を外に引き出してくれて自分がやりたいことで生きていくという人生が初めて可能になるんじゃないかなとリクルートという会社の中にいたせいで僕は 先ほどの逃亡しない限り、下手したらリクルートやめれてなかったと思います。外出てみて、あ、外に自分の重心良くてこういう感覚なんだってのを無理やり知れましたけど、皆さんそういう経験ない限りずっと中にいるんで、これをどうやって外に出すかの一個の手段として、伏線で自分のビジネスを何年かかってもいいから、会社から給料もらいながらでも、 空いた時間でいいから伏線でチャレンジする。で、その仲間たちと繋がっていただくっていう場を、えー、作りたいなという思いでやっています。というのが伏線のご紹介でした。ありがとうございます。ちょうど55分。えー、伏線ファームの URL は今チャット欄に貼りましたんで、もしご興味あれば、LINE、えー、登録は無料ですんで、 いろいろ僕の思いを届けてますのでぜひ聞いていただければと思います以上ですはいありがとうございますあの非常に魅力的なお話であの皆さんなんというか、えー、まあ定年を迎えた後にあのお金を稼ぎたいって人以外にも自分の趣味をより広く広めたいみたいな そういう時にそのまああの経済の力も応用しながら、うん、あのビジネスプランニングのノウハウも応用しながらあの趣味を広げるみたいな、はい、そういう話にも通じれるんじゃないかなと思って、うん、個人的には非常に興味を持ちましたよければ今後ともよろしくお願いいたしますありがとうございますではすいませんがあのえっと今後のイベント予定をあのお伝えした後に ぜひ懇親会にて具体的なお話をしたくよろしくお願いいたしますははい。はい。今週以降の予定ですえっと金曜日は、えー、クライマートリテラシーということでグリーンウォッシングに騙されるな的なお話いただけますその後英会話の練習のための独り言の方法を、えー、人生を振り返り新たな視点を得るワンデイ振り返り自己紹介革命 フューチャーデザインあのファイナンシャルタイムズと英語学習の効果的な使い方、えー、リズムで人生を好転セロトニン活性呼吸法、えー、もし富裕層向けプライベートバンカーが大手企業勤務なら何やっちゃうかっていうお話 s、えー、ラムダ d ク n k に学ぶスト,ストレングスファインダー診断のお話、えー、ソニーフィルハーモニックオーケストラの演奏会 日本文化であるヨシックの魔法のお話読み聞かせでお話の世界を旅する方法などございます興味を持っていただきましたらブリッジターミナルの社外ポータルや福間の YouTube チャンネルをいいねフォローチャンネル登録などいただけるととっても嬉しいです改めまして本日は誠にありがとうございましたこのですは1つ下の会場の Q& 渾身会場にて具体的にお話伺えればと考えておりますまたアンケートもご協力をお願いしております ぜひ登壇者へのコメントや運営の維持、発展のために忘れないうちにいただけると大変助かります最後に素敵なお話をいただいたその様に改めまして拍手スタンプもしくはなんかいい感じのスタンプよろしくお願いしますありがとうございます <laughs> ありがとうございますそれではこちらで y o u t u b e ライブの配信を提出させていただきます YouTube で見てあた方も大変ありがとうございました。失礼いたします